こんにちは、Gです。2022年最初の動画です。今回はラズベリーパイ活用の話。実は運転中、孫が DVD が見たい、テレビが見たいとほざきます。うちの車ナビの改造してないので、走行中は見えないんです。そこでラズベリーパイでなんとかならないかと考えました。ということで Wi-Fi メディア配信の実施例をご紹介します。具体的にはラズパイを車内に設置。電源はシガーソケットまたはモバイルバッテリーで USB 給電。ラズパイに動画や音楽ファイルなどを入れた USB メモリーを挿します。ラズパイから車内で iPhone や iPad などに Wi-Fi でメディア配信、データパケットなしで動画見放題が実現できます。今回の動画では分かりにくい単語がたくさん出てきます。できるだけ解説を入れるつもりですが、全部を理解する必要はありません。作業量が多いんですが、手順通りやれば間違いなく動作します。ぜひお試しを。準備するのはラズベリーパイ3または4、 16GB 以上の SD、 動画などを入れる USB メモリーです。まずラズベリーパイイメージャーで OS を焼くんですが、標準のラズベリーパイ OS32bit を選びます。こういった用途だと普通ラズベリーパイ OS ライトを使うんですが、デスクトップがあった方が作業が楽ですから。 SD をラズパイに挿して初期設定をやっつけたら作業開始です。最初にメディアサーバーをインストールします。ターミナルで画面のようにタイプ。続いてメディアファイル用フォルダーのパーミッションだけを変更します。画面の2行を順に実行してください。続いてメディアサーバーの設定です。ターミナルで画面のようにタイプして設定ファイルを編集します。画面のように3箇所修正して保存します。なお、フレンドリーネームはメディアサーバーの名前なので、お好きに変えて構いません。ここでメディアサーバーの動作確認です。ターミナルで画面のようにタイプします。このコマンドで現在の IP アドレスがわかります。動画、音楽などを入れた USB メモリーをラズパイに挿して、画面の2行を順に実行します。ブラウザーを立ち上げて IP アドレス:8200とタイプ。ミニ DNLA のステータスが表示されるか確認します。画面では192.168.1.18:8200 です。メディア別のファイル数が表示されれば OK です。追加の設定を試したい方はミニ DNLA の情報が画面のサイトにあります。基本的な設定は下のサイトを参照ください。次にメディアサーバーが自動起動するように仕立てます。これはシェルコマンドでの実装です。テキストエディターを開いて画面のようにタイプします。ここは改行に敏感なのでコピペでなくタイプを推奨します。ホームの階層に適当な名前をつけて保存します。ここでは startdnla.sh という名前で保存しました。ファイルマネージャーで今作成した startdnla.sh を右クリックしてファイルのプロパティを選択。パーミッションタブを選んで実行をすべてに変更し、OK ボタンをクリック。
これはパーミッションを755にしたのと同じになります。自動起動にはいくつか方法があり、一番簡単なバッシュ RC 方式を試したんですが、不安定。詳しい情報が画面のサイトにあり、いろいろ試した結果、システム D 方式が安定してて、これを採用。画面のようにタイプして、新しいサービスを作成追加します。カラーファイルが開くので、画面のテキストをタイプして保存。画面のようにタイプして、パーミッションを変更します。続いて画面のように追加したサービスを有効化します。これで起動ごとにシェルスクリプトが走り、自動起動できます。画面のコマンドでステータスが確認できます。再起動してブラウザーで IP アドレス:8200を叩いて動作するか確認。最後は Wi-Fi ホットスポットの導入です。ターミナルで画面のように順にタイプ。次に DHCP、DNS サーバーが必要なので画面のようにタイプ。今度は DHCP の設定を行います。ターミナルで画面のようにタイプして、文末に画面の3行を追記します。次で DNS の設定です。設定ファイル DNS マスクコンフはすでにあるので、名前を変えて対比し、新規に設定ファイルを作成します。オリジナルを対比するには画面のようにタイプ。画面のようにタイプして新規ファイルを作ります。新規ファイルに画面のように4行タイプして保存します。最後はホットスポットの設定。画面のようにタイプして設定ファイルを作成します。カラーファイルに画面のようにタイプして保存します。ちょっと長いのと間違うと動作しないので説明欄からのコピペをおすすめします。文中の SSID はアクセスポイントの名前なので、お好きに変更してください。WPA パスフレーズはログインパスワードです。8文字以上でお好きに。いやー、お疲れ様でした。これで車の中でラズパイがメディアサーバーになって、スマホやタブレットで利用できます。設定としては20台利用できますが、帯域的に5台程度までは同時利用できると思います。試してないけど。Wi-Fi は半径20メーターほど飛びますので、大型バスでも大丈夫。Wi-Fi 5 の設定してるんですが、Mac で調べると接続は Wi-Fi 4 でした。5GHz に未対応で Wi-Fi 4 になってるんだと思います。車の電源ですが、私は後部座席のコンソールボックス内の USB ソケットを利用しました。ラズパイには電源と動画などの入った USB メモリーのみ接続します。早速 iPhone で試します。iPhone には
App Store から VLC モバイルをインストールしておきます。設定の Wi-Fi を開いて、アクセスポイント GTube を選びます。パスワードは私の場合 GTube メディアとタイプ。VLC をタップしてネットワークを選択してファイルサーバーで GTube を選びます。ビデオ、ミュージックなどのフォルダーが表示され移動中もメディア配信が楽しめます。こんな感じです。全然ストレスなし。スマホやタブレットは表示領域が小さいので、ラズパイでも快適に動画再生できます。VLC 以外にも KM プレイヤー、O プレイヤーライトも利用可能ですが、VLC が動作が軽快です。アプリの問題として、VLCKM プレイヤーでは写真が表示できません。O プレイヤーは写真も大丈夫。今回 Pi 4で作業したんですが、その SD を Pi 3に入れても動作します。Pi 3の方が消費電力が少ない分、この用途には向いてますね。未検証ですが、特殊なことはしてないので、他のモデルでも動作するかも。それからモバイルバッテリーでも動作を確認しました。日帰り旅行ならバッテリーでもいいんじゃないでしょうか。私のモバイルバッテリーは古くて 5V2.1A なんですが、Pi 4でも問題なく動作。ただ大きな問題が一つ残っています。シャットダウンコマンドがないので、エンジンを切ると電源落ちになる。iPhone で利用できる SSH やターミナルソフトを探したんですが、有料ソフトばかりなので諦めました。ところで、数日間使い続けて50回以上電源をぶつ切りしてるんですが、今のところ SD は壊れてません。まあ、ある程度持つようなら、壊れたら焼き直せばいいんで、使い続けてみます。Apple Baker でバックアップ取ってるんで。そのうち安全なシャットダウン方法も考えたいと思います。
パイ3でも快適で、オーバークロックは必要ありませんが、やります。画面のようにタイプして、画面の6行を文末に追記します。ご覧いただきありがとうございました。お正月に近くの神社巡りをしました。いっぱいお願いをすれば、ちょっとは叶うかもと思い、コロナ退散、家内安全、無病息災、交通安全、開運昇福、そしてもちろん動画成功。bit.ly/gtube で gtube チャンネルに簡単アクセスできるようになりました。お知り合いに拡散いただければ嬉しいです。では今年もよろしく。